は日本最大級の建築家ネットワークアーキテクトスタジオジャパンの提供でお送りします。そこに自分の帰ってくる場所が必ずあると、そういう家を作りたい。空間のボリュームがそのお客さんにとって心地よいかどうか、その環境が答えを出してくれるんで、今のその方たちと未来のその方たちもずっと想像しながら、地球の中にそこにしかない、その人しかいない、そこだけの建築を作りたいと思ってます。日本最大級の建築家ネットワーク ASJ 未来を覗く住宅展開催中。Casa Bella è una rivista che ormai ha 100 anni di vita. Sulle pagine di questa rivista è passata la storia dell'architettura del Novecento. Il nostro augurio, la nostra speranza, il nostro impegno è che Casa Bella anche nel prossimo secolo continui a documentare ciò che l'architettura internazionale verrà producendo e offrendo. Lo faremo con la massima serietà, perché la serietà è ciò che merita questa antica e nobile professione che gli architetti praticano. Casa Bella, Japan.海外のデザイナーやアーティストが創造する空間美学、人々の輝ける暮らしを求め、創造という終わりなき道をひたすら走り続ける建築家とは、創造のアスリートなのかもしれない。今回のフォーカスアスリートはスペシャルプレゼンテーションとして、海外の建築家たち自ら様々な建築観を披露していただきます。今回第2弾で登場していただく建築家は、イタリアの若手建築家パオロ・ブレーシアとトンマーゾ・プリンチピのお二人。2人はイタリア建築界の巨匠レンゾ・ピアノの下で働き、巨大公共建築を中心に革新的な建築のノウハウを学んだ。そして2000年、2人は建築設計のパートナーとなり、 OBRオープンビルディングリサーチというプロジェクトを立ち上げ独立。イタリアのジェノバを拠点に国際コンペにチャレンジを続け、ついに公共建築であるピタゴラス美術館の設計を担当することとなる。この作品で2人は多大な評価を受け、将来を期待される建築家を表彰する AR 賞の佳作を受賞するなど、今や国際的な注目を集める建築家となった。 OBR の2人、パオロとトンマーゾは世界的に活躍が目覚ましく、イタリアから世界に羽ばたいた若手建築家である。そんな彼らをこの番組で取り上げることで、世界の建築家の今を皆様に実感していただきたいと思います。OBR 立ち上げを決めた時、実は万人に共通の問題を抱えていました。若い建築家の事務所ではいろんなことをやりたいという熱意はあるものの、クライアントが少ないということです。レンゾの下での経験は、複雑なプロジェクトを扱うこと、つまり多くの人チームと一緒に仕事をすることを教えてくれました。最初に手がけたのはプロジェクトを立て続けること、それも大きなプロジェクトであるコンペにチャレンジすることでした。そして国際コンペにも参加をするようになりました。それこそ自分たちがやりたいことだったからです。コンペは特にリサーチを行うチャンスを僕らに与えてくれました。それは常に2人の好奇心を高めてくれました。最初は特にレンゾピアノの下で経験を踏まえて、外国で仕事をし続けたいとも思っていました。そしてネットワーク構築を試みたのです。それが自分たちの名前、事務所の名前の起源でもあります。同僚たちのプロフェッショナル性を結びつけるネットワークに意義を与えるために誕生したというか、ジェノバの仲間だけではなく、バルセロナやニューヨークの同僚も含めてです。僕らは建築のためのリサーチを一緒に行える事務所を開きたかったのです。そうですね、レンゾの下での経験は僕ら2人にとってとても重要でした。レンゾとの経験の中で最も建設的に展開されたのは、なんというか
メソッドではないでしょうか。それはレンゾが長年の経験のもとに培ってきたメソッドです。それと同時に問題の対処に向けて常にオープンであり、どんな問題に対しても適切な解決策を見出す新鮮さを持ち続けること、つまりあらかじめ準備されたような解決策などでは全くない。その度ごとに問題は異なるため、解決策もおのずと違ってくるけれど、そのアプローチはかなり近いものというか、問題に対して常にオープンな態度で臨むことですね。だからこそこのメソッドはとても重要だったと思うし、僕らも事務所でそれを継続してきたんじゃないかな。それはどういうことかというと、常に何に対しても疑問を持つこと、どんなこともそれぞれ異なるからです。だからこれまでの経験、レンゾが長年培ってきた経験は問題への対処に向けた正しい姿勢を取ることに役立っていると思います。その先はリサーチこそが特定の問題解決への道を示してくれるのです。この10年でたくさんのことを学びました。当初リサーチの原動力となっていたのは、建築を独立したものと考えるのではなく、環境や社会学など他の分野も関わっている世界の一部とみなすことでした。それは僕らにとってとても興味深いことであったし、今でも景観の中でいかにして入り込むかということには興味があります。都市景観であっても自然の景観にしても、より正しい方法で建築を挿入すること、なぜかというと環境に優しい持続可能なアプローチを取ることに僕らがとても魅力を感じているからです。そして都市景観で仕事をする場合に、僕らが都市効果と呼んでいることも追求したい。単なる建築モニュメント、外見は確かに美しいかもしれないけど、外部との関係を持たないオブジェを作るのではなく、人や街にオープンなプロジェクトを実現したいですね。都市部に新しい価値を与えられるダイナミックさを生み出す、まさにこの都市効果を作りたいのです。僕らが学んできたのは、多くの戦略が統合化、積み重ねられるプロジェクトを考え出すこと、つまり従来型のプロジェクト、それぞれの分野をバラバラに進めていくプロジェクトの概念を捨てることです。他の人と一緒に仕事をする中で、僕らはデザインを多くの戦略や分野の積み重なりの結果としてみなすことを学びました。それはそれぞれが足し算される多くの要素の統合化をもたらすものと言えるでしょう。イタリアには法律の規制もあり、変更を加えることのできない重要な歴史を持つ建造物がいくつかあります。そのため内部空間の質、インテリアに重点を置いた仕事をしてきました。法律の規制がそれほど厳格ではなく、手を加えることが可能な状況であっても、周囲の景観、つまり歴史的景観に鑑みて既存の建造物の雰囲気に合わせるよう努力するのは当然です。しばしば歴史的建造物があまりにも重要である場面に遭遇しますが、その際僕らはまずその歴史的建造物、そしてその景観を生んだ背景を理解しようと努めます。
その建物そのものが実際に持つ価値を最大限に高めるためです。そして歴史的背景に十分に耳を傾けることができたら、その場面に付け加えるもの、または比較すべきものの構成要素はおのずと明らかになります。特に既存のものに耳を傾け、それを理解することから、その正面または側面に建てられ、既存の建造物の価値をさらに高める効果を持つ建築の方向性が見えてくるのです。耳を傾けること、理解することから、何をすべきかはおのずとわかるということです。このアプローチは都市部においても自然の環境においても同じことです。こうして景観とのハーモニーを生み出すことができます。ピタゴラス美術館は欧州共同体主催のコンペで入賞した作品で、数学の国際美術館建設がテーマでした。建造物そのものの物理的限界を超越したもの、つまりプロジェクトを通じてより広範囲な環境の再生を図ることができる都市戦略を立てることでした。この美術館の設計は、町の中心部から郊外を越えた地域に至る交通の流れによって、郊外が中心街とのつながりを持てることを目的としていました。ここで2つのことを考慮する必要がありました。一つは、町中からよく見える建物を作り、この交通の流れを誘導すること。もう一つは、建設用地であった山岳地帯に融合する建物を設計すること。したがって、この2つの戦略を一緒にすることで、町からよく見えるランドマークであり、かつ周囲の自然環境に溶け込んだ建物の設計は、大地の外にせり出しながら、同時に大地内部に存在するデザインとなったのです。屋根は周辺の山岳地帯との連続性を保つもの、要するに美術館の建物が景観と共生するというのが僕らのアイデアでした。山岳地帯の景観と断絶を引き起こすことのない屋根、そして美術館のレクリエーション的役割を持つバールやカフェテリアへの入り口の役割と同時に、その切り口は美術館内部への再興を目的としたものでもあります。もう一つ僕らにとって興味深いのは、このコンペ、美術館コンペの1位入賞は、これまでの経験の積み重ねの結果であるということです。例えば日本の芸術家富弘の富弘美術館や、韓国のナムジュンパイク美術館なども同様です。一連のコンペに参加することで、美術館の設計が何を意味するのか学ぶことができました。こうして美術館設計に対するノウハウが事務所内に蓄積されたといえます。そしてこの経験は僕らのプロジェクトにさらなる成果を与えてくれています。今回のフォーカスアスリートスペシャルプレゼンテーションはここまで。次回は OBR の具体的な作品の数々をご紹介します。ご期待ください。建築家とともに理想の住宅を作りませんか。アーキテクツスタジオジャパンは日本最大級の建築家ネットワークです。日本全国の ASJ に登録されている1500名以上の建築家の中から、皆様の夢の住まいを実現する建築家をお選びいただけます。また皆様が実現したい住まいのご要望を、
各地の高い技術を持った優良工務店と建築家が一体となって進めるシステムを構築。全国180カ所以上のスタジオが皆様の夢の住まいの実現をお手伝いいたします。お問い合わせはホームページからアクセスするか直接お電話ください。そこに自分の帰ってくる場所が必ずあると、そういう家を作りたい。空間のボリュームがそのお客さんにとって心地よいかどうか、その環境が答えを出してくれるんで、今のその方たちと未来のその方たちもずっと想像しながら、地球の中にそこにしかない、その人しかいない、そこだけの建築を作りたいと思ってます。日本最大級の建築家ネットワーク ASJ 未来を除く住宅展開催中。建築と格闘すればするほどやっぱりいい作品ってやっぱり出ると思います。ですから、いかに僕らがそこを逃げずに戦い続けるかと。一つの環境でも建築って何パターンもありますから、クライアントが求めるものをひたすら作ってるっていうのが、まあ僕の作り方ですよね。お客様には後悔してほしくないですよね。作った中で最高のものを提供したいと思ってます。日本最大級の建築家ネットワーク ASJ 未来を除く住宅展開催中。サグッドの加藤です。いつもは夫婦で活動してるんですけども、今日は僕加藤だけですけども案内させていただきます。大きく突き出した三角の屋根がインパクトを与える外観、シンプルな空間に奥行きとつながりを与えたリビングとアトリエ。今回はシンプルな暮らしの中に豊かな生活の機微を感じたいというクライアントの要望に、夫婦で活動するサクッとそれぞれの感性と価値観を見事にマッチさせた生駒にある家サテを紹介します。古いニュータウンの、まあ、今回建て替えで計画は始まったんですけども、丘の上の方にあるんで閑静な環境なんですね。で、もともと住んでらっしゃったんで、風の流れもここからこう通りますとかいう情報をいただけたので、設計はすごくスムーズでしたね。クライアントからの要望はシンプルな暮らし、そこでサクッとは空間構成を単純にしつつそこに奥行きを与えることを大切にした。シンプルな加工中にどこまで奥行きを出せるかと、だから奥行き出そうと思うと各部屋のつながりとかが結構大事になってくるんですけども、この家でいうとこのリビングダイニングと2階のアトリエとっていうものが一つのゾーンが作れる。アトリエにある障子を開くことでその下のリビングと一体感のある空間を作り出すことができる。このような工夫が空間のつながりをフレキシブルなものにし、効果的に奥行きを与えている。あとそのシンプルな上に、空気感っていうところを大事にしたいと。それは光の取り方や素材の選び方など感覚的な豊かさを空間に反映させること、それにはクライアントとの価値観の共有が必要だった。お世さんとやっぱりまず価値観が共有できていると、そういう言葉では言えないようなそのニュアンスみたいなものを共有しながら、この家は打ち合わせを重ねつつできていってます。そこにはサクッとが夫婦で設計活動をしている利点があり、その力が発揮された。
夫婦でやってるっていうところで、まあ、男女っていうものの見方ができると思うんですけども、今までもいろんなお施設さんとやってきた中で、やっぱり女性の意見、男性の意見っていうところがお施設さんに代わって、僕らの方でも、まあ、いろいろ意見交換できるっていう、そういうのも、まあ、一つ、うん、僕らの特色、特性かなというのはありますね。最初にお施設様から、構造はシンプルな構成でっていうご要望があったので、もともと日本の古くからもあるこういう切り妻型のこういう形をアレンジして、敷地に既存のガレージもありましたんで、あとは採光条件と加味しまして、これをちょっとこうスライドさせてずらしたような形状が外観になってます。基本は外観もメンテナンスをなるべく手間がかからないようにということだったので、焼きすぎの板を使ったりとか、あとは板金でこういうグレーの面を使ったりとか、あとはこの石敷きも割と道路からセットバックして奥行きを出すためにあるんですけども、この面を大きな石を敷くことによって全体の調和を取れるようにしてます。床の仕上げは豆砂利洗い出しなんですけども、このまま階段をずっと登っていってポーチまで同じで、玄関に入っても一つ流れで、まあ、奥行きを感じれるようになってます。建築家とともに理想の住宅を作りませんか。アーキテクツスタジオジャパンは日本最大級の建築家ネットワークです。日本全国の ASJ に登録されている1500名以上の建築家の中から皆様の夢の住まいを実現する建築家をお選びいただけます。また皆様が実現したい住まいのご要望を各地の高い技術を持った優良工務店と建築家が一体となって進めるシステムを構築。全国180カ所以上のスタジオが皆様の夢の住まいの実現をお手伝いいたします。お問い合わせはホームページからアクセスするか直接お電話ください。続いてここはこの家の、中心となる家族の方が常にいらっしゃるリビングダイニングです。大きな本棚、お世話様が結構な本の量をお持ちだったということなので、大容量で作っています。床は素材感を優先して風合いのいい杉板で幅広のものを使っています。空間の質からしてもざっくり使っていけるっていう、そういう素材ではあると思うんで、だから節があったりとか、まあ、色ムラがあった方が逆に落ち着くっていう風に見せています。壁も同じく素材感を重視して珪藻土を塗ってます。もちろん日本の風土的にも梅雨時とかありますんで、調湿性の高いというところで選択してます。また階段脇の壁はあえて質感を変えるため櫛引きにし、光の陰影を楽しんだりオブジェを飾れるスペースを作るなど、豊かな空気感を演出する工夫がされている。奥のこの水屋の収納の扉なんですけど、ここもお世話様がちょっとアクセント的なものが欲しいかなということで色を入れてます。素材は和紙クロスで、こういう細かい木くずやわらすさが入ったもので、撥水性のあるもの、キッチンで水場なんで撥水性のあるものを使ってます。色は最初に計画した時にアクセントを入れましょうっていう話だったんですけど、ただここがポイントになってくるので、最終的に現場で全体を見ながら決めていこうっていうことで、もう最後の最後で決めました。ここはご主人の趣味のショーを楽しむアトリエになってまして、来客時の、客間にもなってます。胸木の上に乗せかけたこういう上り針のさす組みという組み方
この8メートル続く登り針がここで端を成しているというそういう構造になってます。でこちらは、ショーされる時の、光の調整で、全部閉めたりとか少し開けたりとかそういう使い方ができるようになってます。床面中心に光が出るように開口を低い位置に抑えてます。充実感はそうですね、もうお施設さんの言葉ですね。お孫さん来られた時でもすごいこの家に引っ越したいとかね、そういうことも言っていただいてるみたいですし、お施設さん以外に来られる来客の方の意見とかも結構あったりするんですけど、喜んでいただいてるお言葉が一番ですね。閑静な住宅街の中に優しく佇む家、さてここは温かな木のぬくもりの中で自然の移ろいと変わりゆく空間の表情を楽しみながら暮らせる場所。それはこの大きな屋根の下にある何気ない日常こそが本当は豊かでかけがえのないものだと教えてくれている。建築家との家づくりとは自分に合った建築家に出会うことから始まるとアーキテクツスタジオジャパンは考えています。日本全国の ASJ に登録されている1500名以上の建築家の中から皆様の夢の住まいを実現する建築家をお選びいただけます。また皆様が実現したい住まいのご要望を各地の高い技術を持った優良工務店と建築家が一体となって進めるシステムを構築。全国180カ所以上のスタジオが皆様の夢の住まいの実現をお手伝いいたします。お問い合わせはホームページからアクセスするか直接お電話ください。日本最大級の建築家ネットワークアーキテクツスタジオジャパン。建築と格闘すればするほどやっぱりいい作品ってやっぱり出ると思います。ですからいかに僕らがそこを逃げずに戦い続けるかと。一つの環境でも建築って何パターンもありますから、クライアントが求めるものをひたすら作ってるっていうのが、僕の作り方ですよね。お客様には後悔してほしくないですよね。作った中で最高のものを提供したいと思ってます。日本最大級の建築家ネットワーク ASJ 未来を覗く住宅展開催中。Casa Bella è una rivista che ormai ha 100 anni di vita. Sulle pagine di questa rivista è passata la storia dell'architettura del Novecento. Il nostro augurio, la nostra speranza, il nostro impegno è che Casa Bella anche nel prossimo secolo continui a documentare ciò che l'architettura internazionale verrà producendo e offrendo. Lo faremo con la massima serietà, perché la serietà è ciò che merita questa antica e nobile professione che gli architetti praticano. Casa Bella, Japan.